全18の区で構成される神奈川県横浜市。その中で市の北側に位置し、住みやすい町として特に子育て世帯に人気な町都筑区。平成6年に港北区緑区の分割により誕生した都筑区は、その後区の中央あたりから北側のエリアは港北ニュータウンとして開発されました。そんな港北ニュータウンエリアの中心にあるのがセンター北駅、センター南駅です。横浜市営地下鉄ブルーライン、グリーンラインの電車が通り、横浜駅までは乗り換えなしで約22分から23分、東急田園都市線に乗り換えれば渋谷方面へも約36分から38分と、交通アクセスが良い点が人気な理由の一つです。またセンター北、センター南、どちらも駅前はとても開けていて開放感があり、緑道や遊歩道なども含め街全体がしっかりと整備されているため、治安も良く安心感があります。さらにこのエリアにはかなりの数の公園があります。治安が良く緑や公園が多い、住む場所を決める際にはとても気になるポイントです。そして何といってもこのエリアが人気な理由は買い物利便性にあります。駅の目の前には多くの商業施設が集まり、日用品はもちろんのこと、さまざまな専門店から飲食店、映画館など必要なものはすべてこのエリアで入手できてしまうほど、観覧車や天然温泉が楽しめる施設まで揃っています。センター北駅、センター南駅の賃料相場、中古マンションの売買相場を見てみますと、その人気度がわかります。しかし駅からの距離や築年数などの条件を広げると、3000万円中盤から購入できる物件もありましたので、室内をリノベーションする前提で探すのもいいでしょう。もちろんリノベ済み物件を探すのも一つです。そんな時はぜひフリエのサイトをご利用ください。掲載物件はすべて仲介手数料がかかりませんので、諸費用を抑えて物件を購入することができます。掲載されていない物件でもお得にご購入いただける場合がありますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。このチャンネルでは街や駅、不動産に関する動画を投稿しております。その他の動画もぜひご覧ください。チャンネル登録、グッドボタンも忘れずにお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。